フルプッシュをしてもこの角度だとこのディフェンスがこっち側に食いつくことっていうのはほとんど難しいです。どういうテクニックを使うかっていうとこの状態からスタートする。ヤンケンしてる間にスタートあ、一回じゃ止めてもいいですか。すいません、今タップルプッシュを5分やってもらって、うまくいかなかったと思うんですけど、結構ね、多分今の状況って多いかなと思います。今奪われた理由というか状況として、ディフェンス、今どんな感じで寄せました？で、もう最初の一部で伝えた理論の中にもあるんですけど、ディフェンスの方がこっち側からもうまっすぐ来て、まっすぐです。1回目の重心移動で来た時にプルプッシュをしてください。ここでしてしまうと2回目の重心移動で合わせやすいです。で、この時に考えなきゃいけないのは、このディフェンスの重心の移動っていうのをもう1回させなきゃいけないです。だからまっすぐ寄せてきたディフェンスに対して、このまま素直にプルプッシュをしても、この角度だとこのディフェンスがこっち側に食いつくことっていうのはほとんど難しいです。心理的に。なので、じゃあどうすればいいかっていうと、いろいろな形があるんですけど、この状態から、今素直に後ろに引いて前に出したんですね。で、これプルプッシュのスキルで言ったら全然成功です。だけど実践ではうまくいかないことが多いのは、重心の移動が1回2回しかないからです。じゃあ、僕が例えばこういうプルプッシュを実践の中でやっていくときにどういうことを考えるか、この状況でこっち側に行くためにはどういうテクニックを使うかっていうと、この状態からまずですよ、まずこのステップ、足を置く位置っていうのをこっち側にします。後ろじゃなくて横にします。で、横にして、横にするとどういう状態になるかっていうと、まっすぐ来たディフェンスが横に移動してくれます。自分の行きたい方とは逆に。でもこれが後ろだとそのまままっすぐ来ればいいので、重心の移動が1回のままで対応できちゃう。そうするとボールが出た先でタイミングが合っちゃうんで、あえて横に移動してこっち側に移動させてから、自分の行きたい方は逆に移動させてからボールを離すことで1回目2回目っていう重心を起こさせてかわしていくっていう形です。で、プラスアルファ、そのさらにアシストスキルとしてあるのが目線、体の向き、こっち来たら、中から来たら自分が抜きたい方は縦だとしたら、あえてディフェンスが切ってきてる方、ディフェンスが寄せてきてる方を向いてボールを引いていく。そうするとこっち側に対して自分は行くんだよっていう風に見せることができるので、重心移動を起こさせて、さあ重心移動を起こさせてかわしていくっていうような形です。はい、なので今の修正点でいうと、後ろにステップを踏むんじゃなくて少し横向きでやってみるっていう感じです。結構右サイドはプルプッシュの一番リスクが少ない場所でもあるので、ここは結構プルプッシュを試すポイントとしてすごく適してます、導入の部分では。なのでここではそういったところを意識してやってみてください。はい、じゃあそこからスタートします。スタート今後のワンデイクリニックの開催情報は主に公式 LINE で配信しています。ワンデイクリニックに興味のある方は概要欄にある公式 LINE の URL から登録の方よろしくお願いします。